はい、ボス TE2 ですね。テラエコー。実はこの機種が、ボスコンパクトエフェクター、このシリーズのですね、記念すべき100台目ということになります。はい。100台目を、まあ、記念して作られたわけではないんでしょうけども、100台目になる、にふさわしいですね、全く新しい技術が投入された、まあ、基本的にはディレイというかリバーブというかその空間系のエフェクターではあるんですけども、既存のディレイやリバーブとはもう全く違う、まあ、考え方というか設計思想に基づいて作られた、新機軸の、挑戦的な、100機種目にふさわしいエフェクターになっておりますので、紹介していけたらと思います。はい。まずインプレッションからお願いします。はい。これはですね、何回かもう演奏で使ったことがあるんですけども、はい、飛び道具っぽく聞こえるんですけど、はい、こういう音がするんで、はいはい、でもそうではなくって、はい、今日はちょっとサウンドが流れてないんであれなんですけど、楽曲の中で弾いても全然埋もれない、はい、それはやっぱ原音がしっかり前に出てて、うんうん、その後ろであくまでこう後ろでというかその原音がしっかり残っててこういうエフェクト音が出てるっていうのが、はい、なので非常にサウンドの中でも埋もれないという空間系、はい、リバーブとかだとこう若干こう後ろの方に下がってしまう。そうですね。全体原音も含めて後ろに下がってしまうところがありますね。そういうのは一切ないですね。から非常に優れものだなと。なるほどですね。はいはい。これパラメータをご説明しましょうか。そうですね。少しはい説明していただいてよろしいですか。まず一番右の S タイムなんですが、これがまずピッキングの強弱でこのエフェクト音がこう変わるんですけど。弱く弾くとこういうで、強く弾くとこういう風になるんですけど、はい、このシュワンシュワンっていう音が入ってくるこの時間がこの S、はい、S タイムですね。なるほどですね。例えば、右に振るといいですかね。合ってますかね。はい、はいはい、で、それからフィードバックっていうのが、この、フィードバックしていく量ですね。はい。こういうふうに。あとは、音色トーンですね。例えば、一番右にすると、一番左にすると、丸くなってますよね。そうですね。はい。はい、そういった具合で、まあ、ピッキングの強弱によって、リアルタイムにエフェクトが変わっていくという。そうですね。はい。だからまあ、なんでしょう。感覚的にはオートワウのような感覚もありつつ、空間系でありつつというところですよね。はい、本当に新機軸というか。はい。はい。そんな感じがしますね。はい。演奏の中でこうよりこう有機的に音が変わっていく感じで、それをこう本当に演奏者の感性でコントロールできる楽しさっていうか、それを本当に新しい提案として出してきてるなっていう感じはしますね。はい、はい、それでは、この辺り使ってですね、実際にもう少し演奏していただければと思います。はい、はい。